さて、行く準備できてアイテムも整頓したので、これで石炎とこ行きましょう。で、マーク3のベルトに変えたりとか、あと、最高機マーク2に、危ない、シャード。マーク2にした上で、シャード入れて、270出るようにして、で、マーク3ベルトのフルスペックを堪能いたしたい。ということで、これで行きましょう。石英どこだっけ、石炭のさらに先だよね。さあ、どうやって行くのが一番早いのか。で、行くからには、これだ。まあ、墜落現場なんだけど、あるかね。あんまり、なんか、反応が悪いというか、変なとこに反応するというか、そういうイメージなんだよね、今のところ。ので、あの辺にも反応するのかな？確か。あったよね。反応しないね。あれ？あ、した。なんだっけ、ノイズがある方向には全くないんだっけ。今、さーって言ってるけど、ホワイトノイズ？ノイズが消えると。って感じなんだろうか。いや、わかんねえよ。あの上はあんだっけ？ちょっと見えるよね、あれ。あ、だからこういう時にこの P モードが、P モード？これは便利だ。でも反応しないね。ちょっと別のモードなんだろうな、あれはな。俺の体は近づいてないからな。あの上とかな。いや、でもずっとさーって言ってるわ。だからまあまあ、ウランを探しに行くときにまた、こっちの方でウランね、行くときに墜落現場が見つかるといいけどもって感じだね。で、石英は久々にまたあの洞窟の中なので、雲ですよ、雲。やつをなんとかしないと、ほら、夜も眠れない。まあ、寝てるけどさ。下手するとさ、夢に出るレベルだよ。あと行ってないとこどっちだろう、向こう。まあ、ウランをね、探しに行くので、それはそれでちゃんとやりますが、いや、スカスカだね、石英。やっときました、ここまで。これマーク3だね。これマーク2じゃね？こっから3だね。ああ。まあまあ、とりあえず根元から変えていこう、根元から。久々にこちらに降ります。なんか懐かしい。ああ、スロープがあるんだ、これ。毒がある。で、墜落現場はどれだ？反応しねえな。いや、やっぱ身にできてねえな。基本的には一回取ったらもう二度とっていう感じなのかね。さあ、クォーツ。あ、できてる。いただきます。入れとこう。あ、ちょっと食らってんじゃん。さあ、クォーツ。どこ通ってんだっけ、あれか。遅っ。そっか、あれ取り行った時はまだ強化鉄板がメインだったんだね。やばい、足りねえかもな、光量が。こっかな？ここですね。あんま行きたくねえな。絶対雲いるって。復活したかな。銃でいきましょう。あ、でもまだ明るいので比較的心の平穏が保てるかもしれない。 あとスラックいっぱいいんだっけ、この洞窟。あれ、あ、埋まってんのか。さあ、来たぞ。さあ、雲はどこだ。
戦った覚えあるぞ、ここで。いない？復活はしないのかな？うわー、やだ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 。うわー、でも明るいんでね、まだね。周りは。行くぞ。向こう道あるんだっけ？特にねえか。地下の道ってわかんねえんだな。クォーツ、はははは。ですね。全然わかんないもんなんだね。さあ、来たぞ。あれだ。最高期。あれ多分マーク1だよね。雲大丈夫？雲。大丈夫ね、オッケー。はいはいはい。おお、紫色なんだね。高純度だ。120。で、これを取って、あれか。材料あるよな。ここまで来てなかったら泣くぞ。はい。取って、取って、マックス。はい。もう警戒しながら。ちょっと今の、あのアイテムが飛んでった、あのエフェクトがちょっとビビったけどね。はいはいはい。で、電気電気。はい。240かな？で、1個入れて、違う違う、そこじゃない。そこじゃねえわ。出てくのかな？これ入れたら。ここ入れて、こう、つなげたら、あ、で、ちょ、待って待って待って。危ない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 。待って。そうじゃない。違う違う違う。待って、ちょ。ちゃんと出てくんだね。よかった、マックスベルトで。これ5とか4だったらもう追いつかねえわ。危ない危ない。こういうアホな真似はやめよう。で、240。出ているので。125% とか ?300 だ。10。15。違うんだ。細けえな。3。2。112%。はい。3だね。小数ってあんのかな？まあ、3でいいや。はい。これで271。1分ごとに。で、マーク3がフル稼働と。で、ここから変えてくんだけど、これね。まあ、ここまで来たんで、まあまあまあ。スラッグとか、いっか。まあ、探索はまた今度ウランのところ行こうか。こっちの探索、まあ、そんなしてねえけどさ。まあ、今はいいかな。ちょっとだけ見てみる？ウランあるんだよね、ウラン。ウランじゃねえ。もう一個ぐらい石英が確かあるんだよね。どっち方面だ？200メートル先向こうにあるんだ。そうかそうか。まだある。遠いな。そうかそうか。はい。まあいいでしょう。いやー、いっかな。戻るか。あそこにいるな。いや、帰ろう。まだまだ、アルミをね、アルクラッドアルミ板をね、大量に作らんと。そう、裏を探しに行くための、なんだっけ。ハズマットなんたらもやんないといけないから、やることはまだいっぱいあるんだ。はい。全部変えていくのか、これで。足りっかね。はい。俺は通れない、そこ。
はい。確かリフトも使ってんだよな。これ。ほい。追いついた。なんかフランキーみたいな気分になっていくね。登るための階段をその場で作りながら登っていくみたいな。マックスリー、これで、6。はい、はい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 。足りるか。あと6、ん、あと800ある。うわはは、投げ障害物、ハードルがあったね。それはい、あれか、あの壁が邪魔なやつだ。ほい、横から行った方が早いかもな。はい、変えます。さあ来た。これから上に行くのか。でもそろそろマーク3になったんじゃね。これマーク3、この先もマーク3。ベルトリフトは、リフトもマーク3で上行きたいな。もうこっから先多分マーク3になってるっぽいぞ。痛い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 。なんというトラップ。これはマーク3。また上か。マーク3、マーク3。リフトのマーク3がわかんねえな。マーク3だ。上行ってる。上どうやって行った？これか。怖えなこれ。あ、ここももうマーク3でしょ全部で。とりあえずこれで石英が270だ。でまた下ろすのかこれ。どっから下ろすんだっけ。まだ先か。ずっとマーク3ですね。これがここまで来て、これもマーク3？ マーク3だ。マーク3、マーク3。あ、大丈夫だね。はまったはまった。マーク3、はいはいはい。ずっとマーク3です。で、分岐が2箇所と。シリカと石英結晶ね。大丈夫だね。あとはまたまとまったやつが来るのを待つばかり。なのでここは OK だな。はい、これ OK で、こっちがシリカ。で、270やったってことは、4台いけるんじゃない？だね、これ増やそう。シリカ結構足んなかったでしょ。なので、分岐。分岐。そのうち来るはずだ。ここあれです、合流ここです。ずれてんな。
トゥードゥーリストがどんどん増えていく。消えた。置くと消えんのか。そっかそっか。はい。で、シリカシリカ。これだ。シリカってシリカゲルとなんか関係あるのかな、あの乾燥剤と。お、ボンボくんね。いいですね、いいですね。素晴らしい。石英増え出した？いいじゃない、いいじゃない。で、これがあると、シリカがたくさん作られてお隣へ行くと。防気サイトはダメなんだっけ。120は出てる。あー、そっか。これシリカが増えてきたら多分防気サイトが足んなくなるでしょ。引いてるやつ自体はマーク3か。でもあの最高機がマーク1だったので、そのうち貯蔵内が枯渇すると届かなくなるよね。行かなきゃダメだよね。よし行こうか。整頓します。よし、では準備できたんで、あれだよね。見えてるじゃん。フォトモード。あの上に行くのって。見えて、こっからさ、帰らんねえかな。マーク2にさ。あ、流れ星今の。流れ星とかあんの？まあ、一瞬見えたよね、なんか。で、これどうやってこうね。あ、なんか登るために使った感じのリフト。まあ、行くしかねえか。行くぞ。さあ、どうやってこうかね。まあ、当然またあの、工事現場じゃなくてなんだっけ。墜落現場で行きますけど、そうそう見つかるのかという。そういえば、この先って何だったっけ。なんだっけこれ。まあ普通にこの辺出んのか。まあいいや。墜落現場来るがいい。いけるかなあれ。リフトの上をこう伝っていけたらいいんだけど。あ、額縁だあれ。フリーズドライか。ハンソロだ。水は嫌だ。たっけえよな絶対。お、また惑わされてるぞ俺。あるのか本当に。さあこっから行けんのか。これいかんでしょ多分。ここまでは来た。あの高さまで。いや、いける気がしない。ダメだ。あっちの土台の端のところになんかやった気がするんだけど。あっちから回っていけるんじゃない？いけるかなぁ。どうなることやら。こっちの方にもあんの？スラッグがいるね。正面にあるのか？本当に？あれ見えてんね、あれ。あそこのスロープが。音消えた。あれ？わからん、どこで一体。いや、この原油の島にももしかしたらあるかもね、墜落現場。また反応してんな、それ知ってるやつは多分。
うわ、これは、いける気がしない。あ、ちょ、待ち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 、すまんでいい。あ、わ、わ。あれでしょ？そうそう、なんかね、俺、展望タワー置きまくってたけど、はしご代わりに、レーダータワーが、もっと高さが取れるという、そういうコメントいただいたんで、実験だ。試してみよう。おいや、どのくらい高い？あ、高っ。これなんか水晶発信機いるんだよね。そう、そのために俺水晶発信機持ち歩いてたんだよ。これは高いぞ。むしろこれこのままここに置いといてもいいぐらいだ。電気つなげようか。まあできる。落ちて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 、どこどこ、これこれか。これ意外とわかんねえんだよな。ど、あ、こっちか。高っ。確かに高い。来た、あ、いけるじゃん。素晴らしい。じゃあこれちょっと電気つなげるわ。これとあれ、はい、よしよし、つなげました。で、いけるじゃん。おー、素晴らしい。で、この先だ。とりあえずね、防気サイトのために反応してんね。さあ、この上行って、もう一個あんのか。これもレーダーとは一個でいけそうだけどね。まあまあまあ、置いてあるからいいか。それも取ったやつだから多分。来ました、取ったやつだってば。登れっかな、いけるこの高さ。さあ、来たけど、これやめてほしいよね。基盤がある。うい。さて、ウォークサイト。マーク1だったはず。120だね、確かね。貯蔵はまだ入ってんのかな？向こうにもある。本当に？わかんねえな。まだあるね。120なのによく足りてるな。そっか、まあまあ、とりあえず一回取っちゃって。これもか。で、最高期。はい。マックス。はい。つなげて。240でしょ？これでまた、シャード、シャード。入れまして、112だっけ、113か、これだね。はい、 OKOK で戻ってった方がいいよね。マーク3かどうかを。いや、マーク3でしょう。これどっか入れときてえな。これもう使わんよね。5がマーク4。5。5にこれ入れよう。はい。5。いや、全部マーク3だってば。マーク3だよ。なわけで、ちょっとさ、あそこにもいるし、なんかあるかもしれない。行ってみよう。